ネパール驚きの生活習慣。この問題を出してくれたネパール政府公式通訳のジギャンさん、実は過去に岡田と会ったことがあるんだそう。岡田さんが主演された映画エベレストでネパール大使がいらした時にも通訳を。あ、じゃあ会ってますか。はい、一度会ってますよ。覚えてないよ、あの時の。そうですね。お前絶対覚えてないな。ネパールね、本当面白かったです。岡田有利なんじゃない。そう、行ったことあるから ね、 ねえ。それではジギャンさん、日本に欠かせないネパールの特産品、ネパールで栽培されているこの植物、日本の超大事なあるものの原料として使われています。一体何に使われているんでしょうか。長野くん、大事なもの何。大事なもの考えてください。はい、長野さん。家族。家族。これはどのように使われるんですか。家族の原料に。深い話になってきた。深いですね。どういうことかよくわかんないけど、ちょっと哲学的な感じでね。岡田さん、ネパールの、あ、来た、はい、来ました、岡田さん。お箸。ああ、違います。違いますが、扇子。ああ、違います。扇子、ここら辺なんです。その辺どっちが近いですか、箸と扇子。うん、まあどっちも。どっちも違うのかよ。日本的に木を悪くしちゃいけないと思って、まあまあ近いって言っただけで、本当はそんなに近くはない。そういうとこあるよ、ネパールの人。そうなの。優しいよね、ネパールの人ね。日本もっと大事かもしれないです。もっと大事。もっと大事って何。もっと大事なもの。もっと大事なもの。日本、俺にとって大事なものは何ですか。なんだ、岡田君にとって家族以外で大事なものは何ですか。私にとって大事なものは何ですか。筋肉みたいな。筋肉みたいな。俺にとって大事なものは何。俺の筋肉じゃないの。俺の筋肉。さあ来いよ、俺の。ネパールで栽培されているこの植物、日本の超大事なあるものの原料として使われています。一体何に使われているんでしょうか。ヒントください。もうちょっとヒント欲しい。ヒント、あ、すごいいっぱい持ってる人もいるし、あんまり持ってない人もいる。そうですね、はい、はい。お札。おお、ピンポン当たり。岡田さん正解です。この写真はミツマタという植物なんですね。でこのネパールとかそのヒマラヤ山脈があるところの周辺が原産となっています。でもともと日本でお札を作る原料としてのミツマタっていうのは日本国内のもので賄っていたんです、作られてたんですけれど、今はもう過疎化もすごく進んでますし、高齢化も進んでいるので、日本ではもう生産はすごく減ってしまって、外国から輸入するという状況になります。ちなみにあのお二人、いつもお札はどのぐらい財布に入ってるんですか？あ、これはどういう質問ですか？まあ、私たちの国の三つ股がどのぐらいご利用されてるかな。ご利用されてるか。長野くんでもすごい持ってる。全然持ってないから。これ領収書でいっぱいになってるから。領収書でパンパンになっちゃってる。ということはそれだけ買ってるっていうこと。そういう買ってるじゃん。コンビニとかそういうことですからね。本当に。映画の撮影でネパールを訪れた岡田が出会った超すごいネパール人とは。尋常じゃないよ、ネパールの山登る人たちの。パワー、パワー、パワーね。そのぐらいの発電機あるじゃん。あれをさ、もう小柄な一人のおじさんが担いで、よし、よしって言いながら、ずっと歩いてんのよ。エベレスト登ってった。半端ないね。100キロ近くあるもの、本当平気でずっと歩いて。すごいなみたいな。山は根付いてますもんね、近いもね。そうですね、オリンピックでね、山登り、そういうゼネを持って山登りとかそういうゲームがあったらネパールの1位になるんですけど、ゼネも OK の山登りね、競技と。